22日のカレーライス。僕は22日カレーライスを作ったんだ。だけどもう22日から4日が過ぎていた。22日食べきれなくて、23日にカレーを持ち越そうと思って冷蔵庫に入れたんだ。だけど23日はまた違う別のものが食べたくて、お寿司を食べた。そして24日、24日は世間的にはクリスマスイブ。クリスマスイブといえばやっぱりケーキ、チキン。そうやって僕はクリスマスケーキとチキンを食べた。25日はクリスマスイブだけど、僕はちょうどその時ワクチンを打っていたから、あまり元気がなくて、食べたのはカロリーメイト、そしてポカリスエット。全然動けなくて、もう冷蔵庫にも行けなくて、僕はあるものを思い出した。そういえば22日のカレーどうしてんだろう。そう思いながらも僕の体は動かない。また明日食べればいいや、そう思っていた。そうやって26日が来てしまった。ねえねえ、どうしたんだいカレーちゃん。あ、キャベツさん、こんにちは。22日よりも前にいたキャベツさんは一体いつ食べられるの？そうだね、僕は少なくとも18日のゆるスタのオフ会からいるけれど、まあ私はもうキャベツだからね、ちょっともう食べられないんじゃないかな。そうなんだ。君は22日の子かい？そう。そっか。でも君はカレーだ。きっといつか君を食べてくれるよ。そうかな。そうだとも。待ってればきっとね。わかった。そうやってみやびくんはいつカレーを食うんだい？そうやってみやびくんはいつカレーを食うんだい？なあ、今日食べるって言ってもう26日をみんなどうするんだい？カレー、22日のカレーはまだ食えるんかい？アディオス、アミーゴ、バイバイ。